だよね。あ、なに、初期型、うん、初期型。初期型も眠ってるわ。作業。エイドス。エイドスだよね、多分。多分ね。知らねえな。セラドーヌ。ホットハウスかな。かな。知らないメーカーっすね。うん、一個も知らなかった。申し訳ない。おー、来た来た。わー、すげーグラフィックが。時代を感じる。プレステ1のゲームでしたからね。あー、そうだよな。もう20年ぐらいかな。20年ぐらい前。20年以上か。で、クイズミリオネアが懐かしいわ。懐かしいよね。知ってるでしょ、クイズミリオネア。いやー、もちろん知ってるよ。よかった。たださ、やってた頃俺日本いなかったからさ。ああ、そうなんだ。そうだよね。まあ俺年齢非公表だから何年前かいないけど。ああ、そうだ。あなたの人生を変えるかもしれない。皆さん喋んだ。クイズミリオネアへようこそ。こんにちは、司会のミノモンタです。ミノです。これからあなたに15問の問題を出します。それにすべて正解すると、あなたは1000万円を獲得することができます。ただし。架空の1000万円ですが、さて準備の方はできましたか？それでは始めましょう。おう、本日のハイスコア、おう、怖い。とりあえずなんか15万ってことは多分大して成功してない。ゲームオプションメインメニューの項目少なすぎない？これはいいか。よし、いや、これ充実のオプションだわ。はい、というわけでどうもおはようございます。今回は友人のマース君と、以前アークを一緒にやったマース君と一緒にクイズミリオネアをやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。頑張りましょう。はい、ゲームスタート。時代感じるわ。それではここで質問です。挑戦するのは何人ですか？まあ、今回1プレイヤーでいいか、2人で協力してやっていこう。質問を。ああ、いいよいいよ。まあ俺その場にいないから、クローラーいじれる。1人で挑戦するんですね。はい。お名前は？プレイヤー1。名前どうする？いや、なんでもいいよ。いや、普通に、うまでいこう。ああ。よし。決定。それじゃあ始めましょう。クイズ、ミリオネア。初見なんだね。すごい、ビジュアルが完全再現されてる。ああ、いいことだ。こんなんだった。15問正解すれば1000万円が待っています。欲しいね、1000万円。準備ができたようなので、1万円の問題。それは欲しいよ。ミリオネアだったから1億よこせ。確かに。脱毛かな。まあ、1問目はこんなもんなのか。はい。だけ。D ですね。え、なに、あ、ありました。はい。はい、まあ、さすがにね。正解。さすがに1万円獲得。なんか答えて1万円もらえんならボロいもん。ボロいね。次の問題を見てみましょう。はい。2万円の問題です。芸人物語。ああ。ああ。一人パチンコ走ってるって。どれだけ芸人物語？時間はたっぷり。本当に言ってんの？本当に言ってんの？ゆっくりと考えてください。じゃあ、ところで、これ源氏でしょ？あなたにはまだ50/50。あ、そうそうそう、ディータ源氏物語ね。オッケー。オーディ。な、何と間違えたの？本当に。いや、岩本の失礼かと思ってた。違うね。間違えありませんか？源平合戦で活躍したけど。そんなあなたに2万円。それと間違えた。源平合戦と間違えた。はい。源平合戦は物語じゃん。まあ物語。まあまあまあ。まあまあまあ。
それでは3万円の問題です。ザコヤも出てくるんやってくるかな。ああ。三角フラスコだよね、彼は。俺はフラスコっしょ。さすがに。B で。まだまだだ、まだ大丈夫。3万円獲得。もう3万円。いいね。時給換算したらいくら1000万円まで。残りあと12問。ライフラインあるんだ。ここで5万円の問題です。ああ、え、全部あるんじゃないの。当てないでいきましょう。左上にマークある。そうだね。え、そうだよな。昔のゲームってことはそういう時事ネタ来るよな。いやー、わかんないわかんない。何年前、20年くらい以上前のゲームだよな。2001年だから22年前だ。そうだね。ウェイト進行は、イラクじゃなかった。イラク、ほんと3つのライフラインが残っています。皆さんが説明していく、説明しているかと。オーディエンス、それはあれだよ、オーディエンスとかの説明。クウェイト進行、イラクイランじゃないの。イラクか。イランだっけ。いや、いや、調べるのなしね、調べるの。調べるのなしだ。上がってるよ。そりゃそうだよ。そりゃそうだよ。イラクだ。クウェイト進行、イラクじゃなかった。イラクだっけ。イラク、イランでしょ、引っ掛けてきそうだな。で、イラク、だからアメリカがイラク侵攻したのか、だってこれだろ。ああ、そうだね。イラク、イラ、俺は自分の世界史知識を信じる。じゃあ、イラク、行こう、行こう、行こう。自信はありますか。ないです。行きましょう。はい。その答えです。おー、よしよし。よしよし。危ねえ。やべえ、バカにされるとこだったぜ、身の問題に。あなたにはまだライフラインが3つとも残っていますよ。そう、3つ残ってるのは楽しいね。次の問題に正解すれば、10万円を手にすることができます。今何問目？それでは行きましょう。6問、5問目かな？ CS。ワールド、サソリ座じゃなかった？サソリ座。サソリ座？いやー。オリオン座じゃない、オリオン座。ワシ座じゃないと思う。シリウスあのサソリ座じゃなかった。もしも正解できないと1円も持って帰ることができません。そうだ多分それだと思う。行く？自信はありますか。いいよ、行け行け。俺文系なんだよ。あれもしも正解ならばあなたは少なくとも10万円を獲得することができます。でも残念ながら正解ではありません。間違いです。正解は C でした。お犬さん、文系問題出してくんない？いやー、マジ？残念。いや、こんなことめったにないんですがね、無一文になってしまいました。でもしょうがないですよね。さ、楽しんでもらえましたか。それではもう一度挑戦してみませんか。クイズミリオネ。青だってんな。あ、まあ、チュートリアルこんなもんか。なんか。チュートリアルこんなもんね。オッケーオッケー。じゃあそろそろ本番入っか。オッケーオッケーオッケー。写真時間。まあまあ、所詮チュートリアル。チュートリアル。よしよしよし。俺だから、こういうクイズ系って大体理系問題出るから嫌いなんだよな。確かに。理系問題出してくれよ。さすがにクイズ変わってくるでしょ、さっきとは。そう、さすがにそうでしょ。どうだった？来た。15問のクイズ。1000万円。3つのライフライン。50-50。テレフォン。オーディエンス。準備が整ったようなので、早速始めましょう。あ、オーディエンスとか、1万円のライフライン使ってもいいかもね。いや、使わない。使わない？じゃあ、縛りで。お前、バカ野郎。いい年した野郎2人が揃って、お前、そんなヒントなんか使っちゃダメですよ。いや、上の方行ったら、お、この野球好きのマース君には。わかんねえなぁ。なんだろう。ヘルメットね。カーボイハットは最近の大谷さんじゃん。少し前の。じゃあ、ヘルメットね。なんか、やってるよね。あそこホームランビル。俺、申し訳ないけど、メジャーそんな興味ねえんだよ。そうだった。正解。1万円獲得。次の問題を見てみましょう。2万円の問題です。お、これは分かってください。うわ、ハットトリックですね。いいねー。なんか、そんなに2万円。しょぼい問題が2つ来たな。野球サッカーで。スポーツ系か、今回は。1000万円まで残りは。お互いの得意分野来たと思ったら、すげえしょぼい。3万円の問題です。そうだね。熱海は静岡ですね。熱海は静岡やろ。正解したので3万円獲得。よし。現在あなたは3万円獲得しています。はい、それじゃあ5万円の問題です。5万円。
天光寺は俺そういう系苦手なんだよな。天光寺って兵庫じゃないの？プリートあります。え、ごめん、俺本当にわかんないけど。ラフダに使って使う？いやでも当時の中心って結局あっちだから。だよね。オーディエンスという3つのライブ。京都とか奈良がないのだ。全国。俺は消去法的に考えたら兵庫だけはする。いやね、兵庫だよね。兵庫か長野だね。その答えが一度オレンジ色に変わるともう変更することはできませんよ。もう一度聞きます。いや。その答えのままで。いいんですね。行け。いいんです。かなり自信たっぷりだった、ね、ああ、これは間違ってそう。残念ながら間違いです。もう正解は長くないよな。その2択だと思ったんだよな。兵庫じゃないんだ。いや、福島福岡がありえねえのはわかんだよ。いやーちょっと 3度目の正直聞こう。よーし、もう右利きのチュートリアル終わったな。終わった。右、最初が左手のチュートリアルで右手のチュートリアル今終わったから。じゃあそろそろ本番いっか。大丈夫、左足してない？大丈夫？まあまあまあ大丈夫。まあ、そろそろ。そろそろ行こう。いやー。いいんだよな、なんか。そう。なんかね。僕の得意分野が来てほしい。15問正解すれば1000万円が待っています。こういうこと思いながらクイズ解いてた。準備ができたようなので、1万円の問題から。よし。みょうさんの言い方が腹立つなぁ。なんだ、魚？魚って魚？魚よ。魚、もともとだって魚としか呼ばない。あ、そうかそうか。違う。そういう問題を出してくれればいいんだけどなぁ。時間はたっぷりとあります。ヤギしか、ヤギしかねえだろ。ヤギね。C が正解だと思うんだ。サソリは、あ、サソリも食べもうか。正解。1万円獲得。外国から聞くのやつは基本卵。次の問題を見てみましょう、はい、2万円の問題です。いや音楽似合ってんで、トリオじゃない、カルテットだっけ。カルテットは違う、トリオでいいんだよ。トリオいいのか。ええー、です、ね、お笑いトリオみたいな。いいね。音楽本当に似合ってた。そんな新たに2万円。素晴らしい。それでは3万円の問題です。行こう。水星だよね、これは。は？ああ、水金地下木だな。合ってるよ。 B ですね。3万円獲得。よし。現在あなたは3万円獲得しています。それじゃあ5万円の問題です。これは、ウグイス城だね。ああ。この辺までは大丈夫だよ。素晴らしい！ 5 万円獲得。10万円かなんだよな。あなたにはまだ50-50、テレフォン、オーディオ、3つのライフラインが残っています。1000万円まで残り11問。これに正解すれば10万円もらえます。それでは行きましょう。森のくまさんで、イヤリング、イヤリングだよね。だった気がするね。あ、いいし、森のさん。同僚で財布落としたとは当たってほしくないよ。うん、サザエさんってなんだけど。もしも正解できないと1円も持って帰ることができません。サザエさん忘れたのか。人気ですから。人気。イヤリングだな。本当に、今の答えで、間違いありませんか？大丈夫です。イヤリングです。ずいぶん自信があったみたいだけど。え？ちょっと正解です。焦らせるな。10万円はあなたのものです。持って帰る。10万円は言ってた。え、そう？え、そういう制度？じゃないの？10万円はあなたのものですって言ったから。あ、へえ、そういう制度なんだ。セーブポイントがあるんだね。だね。知らなかった。おめでとう。これで10万円はあなたのものです。やった。次は6問目。6問目。これに正解すれば15万円獲得できます。よし。
忠犬八公、柴犬だっけ？八公？俺もなんか柴犬なイメージあるけど。だよね。いやでも、いやあ、でも、知り合いは柴犬飼ってたけど、八って名前つけてたから。時間はたそれはさ、その飼い主次第やろか。いやいや、だってミニチュアダックスフェンドに八って付けてたなんかあれじゃん。50-50。じゃあいいよ、お前はその知り合いを信じる。知り合い信じるよ。信じるよ。一度オレンジ色に変わるともう変更することはできませんよ。もう一度聞きます。その答えのままでいいんですね。いいんです。柴犬だよ絶対。あなたはすでに10万円を確実に手にしています。そして実際あなたは10万円しかもらえません。え？そうです。間違いです。は？正解。CI。あった。C でしょ。CI。柴犬に柴犬つけ柴あっちでつけてたじゃん。おいおいおい、嘘だろ嘘だろ。いやあ、あなた10万円を獲得しました。ここまであなたは本当によく頑張りました。残念ながらこれ以上先に進むことはできません。なんで柴犬なのに。ハッチで間違えた。でもきっとあなたはもう一度ここに帰ってくれるはずです。クイズミリオネア。あ、そうだよな、柴犬にしては小さくでかいもんな。うん、そうか。一回やめよう、一回やめよう。ラス調整ですか。そうそう、はい。いや、ミノさんのアウディが。クイズミリオネア。タイトル画面ないんだ。え？タイトル画面ないんだね。さっきこれじゃない。え、さっきもこれじゃなかった？あ、さっきもこれだった。じゃあ、一回。今、シグマくんが通話に入るまでの時間潰しでやってたんで。言っていいの？言っていいよ。今ラーメン食べに行ってんで。まだ帰ってこないでしょ。まだ帰ってこない。ちょっと待って、LINE 見るわ。あ、帰ってこないって返事もねえわ。はい。というわけで、じゃあ、ちょっと、一回区切ります。今日は時間的に。ああ。またいつかリベンジするかもしれないし、やんないかもしれないですけど、またお会いしましょう。不甲斐ない結果だったんでね。まあ、そうだね。じゃあ皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。